愛知県の大村知事はワクチン接種の会場にプロ野球中日の本拠地バンテリンドーム名古屋を活用することも視野に検討すると明らかにしました。ドーム側から打診があったということで、大村知事は巨人が東京ドームを接種会場として無償提供する方針を示していることについて触れ、参考にしたいと話しました。